菅原幸成、かまぼこ大使に就任。オランダ1部 AZ アルクマールの日本代表ディフェンダー菅原幸成が2月13日、自身の公式インスタグラムを更新、かまぼこ大使就任を報告したところ、昔ながらの域内でたちが注目を集めている。2月10日にカタールでのアジアカップが終わると、オランダカップ戦 KMVB カップ準々決勝にフル出場。心機一転、ヨーロッパの舞台で研鑽を積み、その経験を代表に還元することが期待される。そんな菅原がこのほど新たな役目に預かった。その役目とは、1865年創業の老舗鈴廣かまぼこの鈴廣かまぼこ大使。菅原は就任にあたっての思いをこう綴っている。サッカー選手をはじめアスリートにはタンパク質が大切で、その中でも魚のタンパク質は僕自身もとても大切だと考えています。鈴廣かまぼこさんと共に、食事の大切さと魚肉タンパクの魅力を存分に広めていけるよう活動していきます。鈴廣かまぼこ大使、菅原幸成の活動も楽しみにしていてください。またポートレート写真1枚を公開。濃紺のハッピーを羽織った菅原が腕組みし、笑顔を浮かべた1枚だ。かまなりってこと？ひげ整えられてていいね。かまぼこ屋さんの若旦那。似合いすぎやろ。もう名前が鈴廣幸成になったとしても何の違和感もない。マジで最高、応援します。真剣に鈴廣さんのかまぼこ美味しいんですよね。違和感ないです。素敵。創業が慶応元年ってめちゃくちゃ老舗じゃないですか。ボコなり、おめでとう。かまぼこ会社の社長さんみたいで似合ってます。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。